ボス、ボス、ボス、ボス。血清を打ちました。クワイエットは。いえ、撤収しましょう。乗ってくれ。私はクワイエットでいたかったわけではない。言葉を使いたかった。共通の言葉を使って気持ちを伝えたかった。私は復讐のために近づいた。私に与えられた言葉は報復だった。でも私が彼らと共有した言葉は、いや、それは言葉ではなかった。だから私は彼らに感謝の言葉を使い、また静寂に帰るのだ。私はクワイエット。私は言葉ではない。
クワイエットの検査結果が出たのか。やはり全身にわたるパラサイトセラピーを施されていた。彼女は火傷した表皮を補い、肺呼吸の代わりに皮膚呼吸で血中酸素を獲得し、さらには失った消化器官の代わりに光合成によって炭水化物を得ている。やったのはスカルフェイスか。他におらん。クワイエットはスカルフェイスによってスネークの暗殺を指示され、スネークが目覚めた病院で逆に火をつけられた。だがスカルフェイスはパラサイトセラピーによってクワイエットを再生、その時英語株にも感染させられた。暗殺が失敗しても基地に潜り込んで俺たちを滅ぼすために。それが第三の英語株、いやそれこそが最初の唯一人に宿った英語株だった。その後クワイエットは自らの体を焼かれた報復心かスカルフェイスの指示か再びスネークに近づいた。だがいずれにしろ結局は果たせなかった。いかなる心変わりがあったのか、それは本人にしかわからん。